はい、おはようございます、ラスカルでございます。ということで本日はですね、ちょっと僕の動画では珍しい業態のお店に来ております。本日はですね、バーログさんという川崎にございますバーに訪れておりまして、今日ねちょっとなんで来たかと言いますと、ありがたいことにですね、こちらのお店の方が僕の視聴者様で知ってお声掛けをいただきました。でもうね、今だから言うんだけど、もう引っ越したのよ。引っ越したんだけど、もうね、ちょっと向こう行ったところに、もともと僕住んでおりまして、当時ね、住んでた時は、もういつも見てたね、あのお店知ってるというような、そんなお店さんでしたので、今回はですね、ぜひということで、このバーログさんで大食いをしていこうと思います。そしたら、早速ね、店内に入りましょう。ということで、ただいまですね、店内に入っておりまして、もうすでにですね、今日のいただくメニュー結構品数が多いので、どんどんね、もう出来上がっております。今目の前にあるだけで、1、2、3、4、5、6、7と、7品、もう来ておりますので、じゃあね、早速、メニューの方はね、紹介しながら、出来立てをいただきたいと思います。いただきます。普段だったら前菜なんだけど、ほんと今日腹減りすぎてるので、ピザから行かせていただいていいですかね。まずそしたらですね、この一品目がガーリックベーコンチーズピザということで、もうね、撮影17時過ぎなんだけど、今日一食目なんでね、ちょっと噛み締めさせていただきます。めっちゃ。ああ、今日の一食目からこのガーリック感、罪ですね。こちらのお店のニンニクなんですけど、やっぱこだわってるみたいでして、青森県産のね、ニンニクのみを使用していて、これね、本当にやっぱ青森県産のニンニクって辛みがないで、甘みもある、で、香りも強い。三拍子揃ったニンニクで、このピザめちゃくちゃうまい。本来であれば、もうちょっと早めに巻きで前菜を紹介したいんですけど、うまくて止まんないです。全然止まんないです、これ。うまい。ちなみに、これ、バーだとやっぱり営業時間夜のみなんですか？夕方5時から。で、今、ウーバーもやってるんですもんね。そうですね。夜ご飯にこれ注文したいな、家で。今日絶対家帰ったら言われるな、ニンニクの匂いが。動画だと伝わりにくいかもしれないですけど、多分普通のペダルさんで頼んだ M ピザぐらいはありますよね。うん、一瞬です。ピザのクリスピータイプなんで、うん、お酒飲みながらにちょうどいいんです、ね、ただいまですね、こちらピザ完食させていただきました。そしたらね、やっとこの辺りで、サラダとか前菜系をねご紹介させていただきましょうか。じゃあまずですね、この自家製の野菜のピクルスですね。うまっ。漬け具合とか酸味もちょうどいいですね。僕ちょっと酸っぱすぎたりとか疲れすぎてるピクルス苦手なんですけど、ちょうどいいです。うまい。続いてこちらかな、きのことベーコンのガーリックサラダということで、これもね、漏れなくガーリックですよ。フライドガーリックが、うわ、うまっ。うまっ。もしかしたらこれね、見てる方はちょっとオーバーかと思われるかもしれないんだけど、サラダじゃないですか。でも、キノコある、ベーコンある、で、ガーリックあると、十分主役級にサラダがうまいのよ。全部うま。じゃあ続いてね、これカプレーゼですね。カプレーゼ大好きなんですよ。ああ、よかった。
うちでも週2回ぐらいは晩酌に出てくるぐらい好きで、お酒に合いますね。今飲めなくてめちゃくちゃ辛いですね。あ、やば、今忘れてた。せっかくってことでですね、こちらの方に各種ね、タバスコを用意していただいて、ピザにかける気だったんですけど、ピザうますぎてそのまんま食っちゃったんで、この後ですね、ペペロンチーノもございますね、そちらの方で試させていただきます。続いては、じゃ、生ハムと刻みわさびのブルスケッタということで、ちょっといただきます。香りいい。あ、でも刻みわさびとか使われてるんで、もちろんワインも合いそうですけど、日本酒とかでもいきそうですよね。これめちゃくちゃ好きかも。うまっ。続いてが、ね、このとても辛いチョリソーということで、チョリソーはな、お酒我慢できるかな。これは絶対あー、めっちゃビール。辛みも強いですけど、お肉感も、こう、脂感とかも強いんで、だからちょっと辛めのビールというか、さっぱりとしたビールというか、なんかそういった系にしっかり合いますね。うわ、てか、この真夏にこれとオリオンで、こう、完璧。完璧ですよね。妄想が止まんないですね。あっという間にもう最後です。うん。今ですね、まあ、手元にある、メニュー、まだ食べてない、これ最後の品ということで、牛肉のカルパッチョでございます。これ一回見ちゃったら頼みますよね、もう。いや、これうまそう。うわ、うまー。これ850円、やりすぎですね。お腹いっぱいで2軒目3軒目で来ても頼みますね。これだけは頼みます、絶対。こんだけご飯美味しいと、もうご飯前提で1軒目から飲みに来る方多いかもしれないですね。そうですね、ありがたいこと。お酒飲めない方もご飯だけ食べにくださるんで、駅前にもね、いろんなお店さんありますけど、こっちまで来てほしい。それぐらいね、料理のクオリティはめちゃくちゃ高いですね。その牛肉に、そのタバスコの燻製タイプのタバスコを、お店おすすめのこの燻製のタバスコをかけてね、ちょっと味変でいただきます。匂いがうまいもんね。このね、ローストビーフっぽい感じから急にね、たたきというか、わらがたきみたいな、ほんとこう、いい燻製の香りになって、これね、またガーリックと合う。ということで、ただいまですね、1巡目の料理すべて完食させていただきました。まだね、この後もあるようなので、次のね、料理待ちたいと思います。ということでですね、この辺りでこちらのね、お店の名物いただきました。テレビとかでも取り上げられる機会があるらしいんですけれども、今回いただきますのがニンニクの味噌グラタンということで、でやっぱりね、出来たてが熱々が一番ということで、早速ね、いただきます。これもうまいな。ニンニクの香りとこの味噌の香りが合わさると、ちょっとまた甘みがあって、そこにチーズのコクとさ、たまらんよ。そうか、ここにもタバスコもいいわけですもんね。はい、いいですね。いいですよね。でもこれも辛みっていうか、燻製をちょっと一旦合わせてみようかな。ああ、味噌が使ってるからさ、この燻製感としっかり合うわ。
ちょっとこの残ってるソースにこのバゲットね、つけてってことなんで。うん。あ、うまい。うん、僕なんかも川崎に今住んでますので、やっぱりいいお店を知りたいっていうあのオフのね気持ちもあったりとかして、で今日それがねバチッとハマってるので嬉しくてしょうがない。ガーリックトーストですね。最高じゃないですか。ちょっとね今いただいたこのガーリックトースト、せっかくなんでまずは1枚ね、そう、そのまんまで。もちろんね、そのまんまのガーリックトーストも美味しいんですけど、これね、味噌グラタンと合わせてね。ああ。ぜひ、皆さんね、お腹に余裕があれば、もちろんね、この味噌グラタンの方にもバケットついてるんですけど、ガーリックトーストね、ちょっとセットで注文してほしいですね。バケットで食べるのとは、また別のちょっと美味しさがあるわ。なんで最後のね、このニンニク部分もガーリックトーストと合わせて、最後のこのバケットはしっかりと残ったグラタンも取りつつ、ということで、ただいまですね、こちら2巡目の料理もということでですね、本日の第3陣の料理が到着いたしました。今回はですね、主食ともうメインのおかずでございますね。そしたらこちらもいただきます。ということで、今回もまたニンニクということで、こちらがですね、ニンニク炒めご飯ということで、あんだけニンニク食べた後なんだけど、この匂いがたまらなくうまそう。あ、うまっ。ガーリックライスってよりかは本当にニンニク炒めご飯ですね、いわゆるこのチャーハンっぽさとピラフの間な感じ、しっとりとしてるんだけど炒めのこのちょっと焦げた香ばしさとか、これすっごいうまいなぁ。ちょっと試食ばっか言ってもあれなんでね、この辺りでちょっと唐揚げとチャーシューエッグいっちゃいましょうか。じゃあまずね、こちらの豚バラチャーシューエッグ、まあ卵あるんですけど、そのままね、卵割らずにちょっといただきます。あ、チャーシューっぽさもありつつ、なんかね、トンテキのようなちょっと甘辛い感じの味付けもなって、もうちょっとこの後のね、黄身割り絶対合うと思う。ちょっと割っちゃおうかな。ちょっとね、チャーシューまだ残ってるんですけど、贅沢にこの一口でね、丸々一個いかせていただきます。ああ、これニンニク炒めご飯と合わせるとうまいっすね。最高です。今日の黒板値段で言うと、両方合わせても1650円なんで、まあ、夜ご飯食べにね、この2品頼んで、ガッ食べてお酒飲むっていうのめちゃくちゃありですね。あ、そうだ。なくなっちゃうところでした。この塩麹漬けの唐揚げもいただきます。うまっ。そしたらちょっとこの辺りね、唐揚げレモン付け出していただいて。今日なんだかんだこうゆっくりですけど、多分ねもうすでにね3キロ以上は食べてると思うんだけど、全部うますぎてさ、まだ腹2分目ぐらい、いくらでも食えちゃう本当に。ということで本日ですね、この3巡目が全て完食いたしまして、最後もね品ができるのもう少々お待ちしたいと思います。うわー、まあ、でも今日ラストかこれね。よし、いただきます。ということでですね、本日最後のメニューが到着いたしました。本日ですね、いただきますのが激辛ペペロンチーノということで、ちょっとね匂いだとどれぐらい辛いのか分かんないです。ただ提供する際にいつもお客様に言うのが、すすったら
むせるレベルではあるってことなんで、ちょっと僕もですね、気をつけながら最後のこの一品ですね、いただきたいと思います。うん、うん、辛い、うわ辛い辛いもの好きだね。僕がこんだけ辛いっていうことはしっかり辛いんですけど、でもね本当に負けないぐらいこのオリーブのいい香りとニンニクのいい香り、うわうまだずれですね。このニンニクの香りとちょっと辛みで、多分普通のお客さんがちょっとお腹いっぱいでも食べれちゃうっていう、つい締めいっちゃいますねこれうまい。ちなみにこの中だと一番辛いこれ一応食べたことあるんですけど、多分これよりこっちの方が辛いですもんね。まあでもちょっとねこのハバネロの香りを足す感じで、うん、むしろ甘みが増しました。ハバネロというか、パプリカっぽいあの甘みの方が際立つ感じで、やっぱねベースのペペロンの方がこのねハバネロの激辛ソースよりも辛い。うん、これちょっともうパスタ最後ですね。うん、ということでですね、本日の料理全品完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。ということでですね、本日はこちら僕のね住んでいる川崎という町のバーログさんでですね、美味しい料理いただいてまいりました。僕もですねこの川崎ではいろんなお店行ってたつもりですけれども、その今までのこの川崎経験の中でももうトップに入るぐらいね、本当に動画だとか忖度抜きで皆様にお勧めしたい、そんな美味しい料理の数々でございましたので、ぜひですね皆様もこちら川崎で飲む機会がございましたら、バーログさんでね美味しい料理と美味しいお酒楽しんでみてください。で最後にですね、このログさんの、毎日変わるような黒板メニューに関しましては、公式の Facebook と Instagram そちらの方でですね、随時報告しているみたいですので、そちらの方も合わせて概要欄からねぜひチェックしてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画やったと思ったらチャンネル登録コメント高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っております。こちらを合わせて概要欄からチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。僕自身ですね、外飲みに行く際って結構大衆酒場とかこうガヤガヤっとしたお店さんが好きで、なかなかねこのバータイプのお店足を運ぶことがないんですよ。で勝手にやっぱりバーってこうお酒をね楽しんでしっぽり飲む。で、ご飯は本当に軽食ぐらいって感じのイメージだったんだけれども、今回ね、お伺いさせていただいたこのバーログさんでは、本当に全品料理がとんでもなく美味しいですし、何よりもね、このマスターだったりとか、このね、お店の方、皆様がこう、アットホームな雰囲気ですごくね、入りやすいお店さんでございます。僕のようにですね、やっぱりちょっとバーっておしゃれそうだし、苦手だなと思って、普段行かない方も多いと思うんですけれども、ぜひですね川崎で飲む際はこちらのバーログさんで美味しい料理とで素敵なねお店の方とお話をしながら楽しい時間を過ごしてみてください。で本日の雑談コーナーということで、久しぶりに、ちょっとねあの全然撮影関係なくラーメン二郎さんに行ってきました。普段はですねこう最近家系ブームになってできてまして、うちの妻と行くラーメンといえば家系みたいな感じだったんですけれども、本当に久しぶり、二郎さんで食べさせていただいて、普段はね撮影の時ってやっぱりこうすり鉢ですから、なかなかこういうああいうタイプのさ、ラーメンをこう並盛りで食べることってないんだけれども、やっぱうまい、うんやっぱうまいね。こうみんながね好きで人気の出る理由がねわかりますし、改めてね僕自身も、最近はねちょっとこう年を取ってきてこう重たいラーメンを避けがちにはなったんですけれども、好きだなと実感しました。もう本当にそんなどうでもない雑談コーナーでございました。まあうちの妻もね、今日行ったところめちゃくちゃうまいと言っていたので、改めて行こうかなと思います。
どこの店舗に行ったかはね、ぜひね、あのツイッター見てみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。